はい、おはよう。今日は10月12日土曜日の朝6時37分です。ということで、前回6月28日か、兄と久々に5年ぶりかなに兄とお釣りして、まあ見事に兄に、ね、2対8かでがっつり釣り負けたんですけど、で、まあその時に、まあ自分の場合は、まあポップアールで2匹、こいつ、まあ安定のポップアールで2匹。こちらに2匹目釣った時に針折れたんだけど、一応針新品変えた。ピアストレブルの6番か。いやいや、それはいいんだけど。がっつり釣り負けて、でまあ、特に、五三川。では、マジ完全にノーバイト食らって、まあ兄は、ね、バイブレーションで、30後半の1匹と、あとフラットサイドクランクか。で、ナマズか。っていう感じだったんですけど、マジで五三川が全く釣れてなくて、で、最近もすごい涼しくなってきて、なんで今日は、五三川一本勝負。しかも、天気がすげえ晴れで、多分風もなくて晴天無風のドピーがね、負けにはきついんだけど、ハードエイトオンリーでいきたいと思います。相手釣れてないけどね、5連続防御中だけど、でとりあえずまず一番やりたい釣り、やりたい釣りというかこれ、ヒロイズムのカリプソ LJ で5フィート2インチ ML のこいつで、まずはハードエイトといえば、まあ、前回はねちょっとラドリノグ系使ってなかったんだけど、これ普通に、これでもし釣れる魚見つけてても、兄が、これじゃあ多分釣れないんでっていうので使わなかったラドリノグ系で、この辺をちょっとやりたいのと、で、こいつ1本持ってくでしょ。で、タックルこれね、もう 2ml に、ライン20ポンドに、のタックルを1本と、ジャークベイトのタックル。で、まあおなじみの、まあトップとか、まあバイブレーションとか、まあクランクも使うけど、511LL、ズノモンのタックル。これを1本。まあこれは本当に、まあ何でも投げるときよ。で、もう一つメインにしたい。タックル、今日3本で行くんだけど、じゃん。はい、懐かしのこっちか。クランキンスティック。バスプロシップスのクランキンスティック。60の ML かなこれ。うん、60ML。スペーショップスの。グラス。で、ちょっとこれフロロなんだけど、ラインが。鮮やか。DMS の、シスナターの DMS。これで、今回、クランクベイトをやりたいなって思ってて、私ちょっと真剣にクランクベイトを回そうと。こうやって、ちょっとね、クランクベイトガーッと持ってきて、これ全部、この辺全部クランクベイトかな。やりたいんで、まあ、とりあえずトップ用、トップはもうこの3つしか持ってない、ポップアール、ポップ X、まあ、ポップイメージジュニア、この3つを、3つ以外はもう持ってかない、トップは。で、すごい、いろいろ並べたんだけど、もう、時間があんまりないんで、オーソドックスに行こう。まあ、とりあえず、ご定番、スピーツ。これを、3つぐらい。ちょっと色違いで。あゆ系、派手系、チャート系、白っぽいやつ、白系、3つぐらいと、あと、これ好きな、個人的に好きな、レイジークレイドル系、一緒やな、これ。これか。これ2個でいいや。ちょっとレンジ深いし、寝かかりそうだなっていうとき。針持ってくるのこっちの方がいいな。で、グリフォンとか使ってもいいけど、ベタな。で、バッテリーとか入れるか。RT を入れるか。1.0。1.0。RT1.0。で、ちょっと、そう。で、今日、晴天無風のドピーが厳しいから、絶対に。厳しいかなっていうか、あと普通に悪いのハンチ
SR と MR、ワイルドハンチ。これ入れとこう。で、ブリッツ、うるさいだけ。いい感じのこか。がっつり、最近。やはり折れてるな。こっちにしよう。ちょっと色も強い系でうるさい系、一個入れると。で、そう、メインになってきそうなのが、スタンプで一個好きだから入れとこう。スタンプで入れとこう、一個。で、天気が厳しいんで、フラットサイド系。まあ、これ、ふみちゃんが、前回、2匹目のまず釣ったマクベスプラット。これ一個入れとこうか。と、横に持ち子とか。フラットフラットフラットサイド多分今日ねこのタフな時はフラットサイドの方が効くんであんまブリブリ動きすぎない感じのまああとはバイブレーションとか激アツショットとか入ってるけどこっちは触んない、まあ、バイブレーションはバイブレーションであるだろうからね最近すごい涼しく見てきたからこんなもんかなブルース入れてもいいかなと思ってもう時間的にで今日そうそう今日から土曜日の釣りが奥さんの仕事が8時半から5時までになったんで、だから五三川で行くと9時半から4時まで釣りできるんで、ちょっとその辺を有効に使いたいんで、ちょっと時間がなくなったんで、ただ昼間の時間なんで、どうかなっていうのはあるんだけど、前回、本当は1日釣りして朝と夕方釣れるよ、いつも昼間だから釣れないんですよ、的な体を見せたかったんだけど、実際、自分が釣れたのが11時過ぎと1時半ぐらいだったから、全く昼間しか釣れなかった。しかもその2バイトだけだからね、俺。大江川のホープワールド。2バイト、バイトはもうちょっとあったか。最初釣った時に2匹バイトあって、バイトは 3匹分のバイトだったからね。食い直しは多分同じ魚なんだろう、ほら。この間も俺これ結構好きなんだ。こんなもんかな。これでちょっと行きたいと思います。で、ただ、プランクビーとこの辺は予備で持ってこうと思ってる。わかんないから。でも、どっか RTO は。で、そう。予備を持ってこうと思ってる。ちょっと待ってね。こいつらいる？あ、だからハンプバックいるな。ハンプバックいる。ちょっとはいらん。いいやつ、ね、この予備の針をどうするかなんだけど、まあ針いいかなぁ。何これ。アロムショットか。まあ。とりあえず、ちょっとごめん。ちょっとここ、ちょっとごめんな。よいしょ。どこに行くんですか。ここに入れ、ちょっと、よいしょ。ちょっとガチャガチャだけど、ここにちょっと入れときますわ。になったで、ちょっと、まあ、弱い系、シャットっぽい。100。100の何かこう置いてある。リペプス100系。で、ちょっとレンズ下げたいし、ちょっと強いの食わないよっていうのは、リペプス100。で、レンズ下げて、音をうるさくしたいよっていう時。音をうるさくしたいから、アラゴン。で、入れとくか。みんな大好き。MRX グリフォン。普通のノーマルグリフォンに入れとくか。ノーマルグリフォンねえな、これ。これグリフォン 10cc。10cc 系。10cc とかじゃなかったっけ、これ。6cc やと思われることにだ。で、チェリーの 10cc。やばった、これ。10cc、チェリー。チェリー。あと、ああ大好き。パッテ 5F。ああ、先生どうか。バグリーとか。おうおうおう。バグリーとか。スピードトラップ。いい。なんで、スピードトラップ。ちょっと大きい系。パッドペッパー150。短いですね、ちょっと。で、まあ、ハンプバック入れて。あ、同じフラット最大限。これ大好き。THF1。今同じフラット系だけど、ちょっと音で強くしたい。なんだっけ？フラット A。同じフラットサイド系。マックスラップ。で、リッグプランスの RTO か。今で言う。を、まあ、3つ。
で、まあ、ブリッツ、ブリッツはもう、ブリッツ大好きだから、マジリンブリッツと、マジリンブリッツと、まあ、サイレントも、サイレントというか、ノーマル。で、イヴォークとかも入れる。イヴォーク持ってることあったんだよな、こっちの俺。なかったっけ、イヴォークって。どうか危ねえな、俺どっか行ってたら、行ったから、なんか、金になりそうなやつ行ったんだよな、俺。ふふふ。この辺ちょったら、この辺ちょったら。てか、あと、ビオコボックスに入ってるから、俺。僕、DTA のデータだっけ、ブリフノーマル系あったわ。俺のあれや、まあいいや。ブリブリブリッツ、ブリッツ入れる。ブリッツ俺チャート何個持ってんの。まあいっか、ちょっと可愛いチャート、まあいいや。とあとはもうなんかピーナッツの予備とかだけど、これ好きだな。ちょっとシャドウだけど。まあ、そうそうそう。で、まあちょっと戻らされても、ちっちゃいじゃん、別に行きたいなっていう時。ウィンクランクと、まあ、この辺はピッコロとか。なるほどね。忘れた。お前。よいしょ。入れるとこに出てくる。ちょっと同じ、100に近い感じ。シャットっぽいクランク。ディプシールーですの。懐かしいな。まあ、DTA なんで、サンバルの、うん、この、で、まあ、終わりなんで、入れとくか。もう入れとくか。全部入れとくか。これだけ、もう全部これ入る。全部入れとこう。ちょっと、巻きの、もう展開を意識して、巻きの展開を意識して、巻きの展開を意識して、巻きの展開を意識して、もう少しずつ、これでいこう。よいしょ。ということで、ピノグとクランクとバイブレーションと、まあ、トップ3つ2個でいけるのね。まあ、いいや、こんな感じでなんとか釣れるように、多分ワン持っていくと多分こんな天気だとワンばっか投げちゃうんで、で多分どっちも釣れないんだったらもう、うん、ハードメイトオンリーで、まあ本当厳しくなったらトップばっか投げてるかもしれない。そしたらごめんということで、まあそんな状況だけどなんとか1匹取れるようにね、1日で結構時間も長いんで、まあちょっといろいろ考えながら、まあこの半もできればこのクランキンスティックで久々釣りたいね。まあ多分現実はこいつ一番大変だけど、ポップあるとかポップ X、 いやでもこれだな、ラトビノグやみたいな、その辺で頑張りたいと思います。ということで、では実況の動画の方、まあ坊主くらってもアップはするんで、まあ笑いながら見てやってください。さよなら。